はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時16分ですか。7月は16日の日曜日でございまして、千代田区は33度、この部屋は30度でございます。暑いわ、行きましょうか。これは昨日の産経新聞ですね。20時42分に出た記事でございまして、中国外相に女性問題と報道、台湾紙、約3週間同棲なしと。中国の秦剛、確かチンガンだったと思うんですけどね、向こう風に言うとチンガン、国務委員兼外相の同棲が3週間近く途絶えているのは女性問題が原因だと台湾紙の連合報電子版などが15日報じた。ツイッターなどで最近、シン氏と不倫相手とされる女性が2人で写った画像が動画で出回っていた。シン氏は中国共産党の中央規律検査委員会から事情を聞かれているというが、真偽は不明と。まだね、こう、名前と顔を売る前にこの人消えてしまいそうですね、秦剛さん。関係が問題視されているのは、女性フェニックス、あ、ちゃうわ、香港フェニックステレビの著名な女性ジャーナリスト。へーへー、やるやん、みたいな感じですけど。秦氏は6月25日のスリランカ高官らとの会談を最後に動静が途絶えた。6月25日と言いますと、もうですね、3週間ですね。今月11日の記者会見で秦氏が身体的理由によりインドネシアでの東南アジア諸国連合 ASEAN 関連会合を欠席すると発表。詳しい健康状態は説明しなかった。香港紙は新型コロナウイルスに感染したと報じていた。共同ということでございまして、ねはっはっはという感じですけど、ASEAN のね、外相会談があったんですよ。もう終わりましたけど、そこにね、中国からね、ワンイーが行ってたんですよね。ワンイーというのは前の外相なんですけども、今はですね、中国の共産党の外交担当トップなんですね。で、実はそのワンイーの方が秦剛より格上なんですね。秦剛は外務大臣ですよ。外務大臣ですけど、これ政府の外交のトップなわけですね。ところが中国の場合は共産党が全てを指導するわけですですね。共産党の外交トップがですね、この秦剛外務大臣を指導する立場にあるわけですね。だから屋上屋みたいなもんなんですけど、日本みたいな国からすると分かりにくいんですけども、もう中国がそういう構造なわけですね。だから外交トップなんで、ワンイーが行った方がそれはいいんですよ。いいんですけど、普通はね、外相会談って言ったら、あの外相っていう肩書きをついてる信号を出すんですよ。で、ワンイーは指導してるんです、北京から。まあ、それは普段のスタイルなのに、なんでワンイーが来てんやろと。で、実にですね、不思議な感じがしたわけですね。で、いや、これ、ワンイーが、東南アジア連合気合い入れてんのかと思ったんですけど、そうではなさそうですね。要は秦剛が出せない事情があったんだと考えざるを得ませんね、これ。で、それがですね、女性問題なのかですね、コロナにかかったのかはですね、よう分かりませんけども、とりあえずですね、秦剛は出せなかったということですね。で、これね、中国の場合はですね、この更迭というのはありだと思うんですね。まあ別にこれ中国聞くともあれですけど、要は習近平がよっしゃもうあいつあかんアウトってやればそれで終わりなんですけど、多分ね、これ引き上げてるんですよ、習近平は。習近平が引き上げて外務大臣にした加減ですね、あんまりその早々とですね、これ確か3月に就任したばっかりなんで、あんまり早々にですね、下ろしてしまうと、それこそね、任命責任やとかっていうの、まあ、日本やったら絶対そうなりますよね。まあ、中国には野党がないんでね、キャン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 言われることはないんですけど、でもなんか、白い目で見られますよね。で、習近平ってそういうの嫌がる人間なんで、
反対派の人間やったらいくらでもおろすしですね、場合によっては逮捕してですね、刑務所にぶち込むんですけど、一応これあれ全部今習近平派がいませんからね、トップ25人かなんかの中にはですねいないんで、ちょっと苦しいところではありますね。ただなんと言いましょうかね、変える更迭して首をすげ替えるんであれば、もうそのあと 1,2 週間のうちにですね発表されるんちゃうかなという気はします。習近平さん、もしかしてこれ秦剛がですね首すげ替えるということになるんであればですね、新政権3期目政権の最初の味噌ということになりますね。どうなるかは分かりませんけど、でしばらくはですね、安易がですね、なんていうか、外相兼務みたいなことになるのかもしれませんけどね、あんま慣れてますからね、本人ね、嫌なおっさんですけどね、安易というのは。なんで、多分でも、その、すげ替えるんであれば、すぐにやらんとですね、外交スケジュールというのは待ったなしできますからね、この先何があるのかは知りませんけども、で、その、他の国からね、外務大臣級が来ますし、こっちからも行かなあかんときは行かなあかんわけでして、次ですね、この前ブリンケンさんがですね北京に行ってましたから、次はですね秦剛さんがですね、行く晩ですね、何か話し合いたいことがあるというのならですね、秦剛さんが行くべきなんですけど、その時にまあ 1E が行っても別に、まあ、アメリカ歓迎しますよ、その方が位が高いわけですから、まあ、ワインが行くのかもしれませんけど、ここのところですね、中国の外相級がですね、アメリカに行ったという話は聞かないんですね。単独訪問は聞かないですね。何かの会合で行ってるかもしれませんけど、ASEAN とか G20 は確か中国も来てたんちゅうことなのかな。まあ、そういうのがいろいろとありますからですね、外務大臣という肩書きの人間がいないとですね、何かと面倒くさいわけでして、で今ですね米中対話というのはなんとなく始まってる感じがしなくもないんですね。これはアメリカが呼びかけてる感じがしますね。イエレンさんとブリンケンさんが行って、その次誰かまた別の人行くんでしょう。なんでアメリカ側がですね呼びかけてる感じがするんですけども、中国側もですね、アホでなかったら対話はした方がいいと思うんですよね。ただ習近平さんなんかもう最近だんだんどんどん狂ってきてるという感じがしますね。なんでアメリカ側の呼びかけに応じない可能性もありますけど、呼びかけに応じるんであればですね、この秦剛さんあたりが次はですねワシントンに行くという順番になるはずでして、そういう役割もね担わなあかんわけであってですね、だとあんまりその外務大臣不在というのはですね、もうまずいんちゃうのという気はしますね。まあしかしですね、中国の上層部の人事というのはね、まさに竹のカーテンの向こうでしてですね、なんかね、中国ウォッチャーの人たちはね、その発表を見てたら読めるんやみたいなことでよう書いてありますけど、僕分からへんもん、そんな中国を読めへんし、そこまでは読めませんよ。パーッと見てですね、意味ぐらいはなんとなく分かりますけど、そんな詳しいところまで読めへんし、もう読む気もしませんしね、もうひたすら日本語のニュースを元にですねネタにさせていただくということなんですけど、ただ合点がいきましたね。ASEAN 外相連合になんで 1E が行ってんやろと思ってなんでやろうと思って、でしかも秦剛と一緒に行ってるんやと話は分かるんですけど、秦剛行ってな秦剛行ってなかった感じでしょ。まあええねんけど別に、そういうところをですね一切説明しないのはですね、中国ですからね、逆にこう細かく説明されると気持ち悪いんですよまあそんなことは滅多にございません。はい、ということでございまして、なぜか雲隠れ、女性スキャンダルかということですね。この香港のキャスターであればね、香港のテレビの著名なテレビ出てはる人であればですね、この人はテレビ出てるんですかねまあまあええけど、でもね、習近平こういう女性スキャンダル嫌いそうですから、多分更迭でしょうね。はい、更迭でただの人に戻ればいいですけどね、どっか出られないところに入るとかそういうことはないと思いますけど、これくらいだと。はい、ということでございまして、この産経新聞、中国外相に女性問題と報道、
台湾市約3週間同棲なしという記事でございました。アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございます。